今回はリクエストにあった中華料理屋の肉野菜炒めの作り方を紹介します。ご家庭でもお店の味のように作れる裏技的な方法を教えちゃいます。これをやることでもやしやキャベツに旨味が絡んで美味しくなります。なので今回の動画を見ることでご家庭でもお店の味を再現することができますよ。それでは作っていきましょう。まずは野菜を切り揃えます。人参を 10g 千切りにします。キクラゲを1枚食感を残したいのでざく切りにします。彩りに下茹でしたほうれん草を 10g に長ネギ 5g をスライスします。キャベツ 100g はざく切りにして、もやし1袋と一緒に用意しておきます。野菜はもやしとキャベツだけでもいいですし、お好みで用意してください。豚肉はロースのスライスを 130g 用意しました。1枚ずつ広げて並べ下味をつけます。豚肉は食べ応えを出すためカットしません。ですがお年寄りやお子様に出す場合は小さめにカットした方がいいでしょう。下味は黒胡椒と塩を軽くまんべんなく振りかけます。肉に下味をつけることで肉の味がはっきりして美味しくなります。豚肉は他にバラ肉や肩ロースなどお好みで選んでください。ここで裏技、豚の背脂を用意します。バラ肉やロースの脂身の部分でも OK です。なければラードでもいいです。背脂は細かく切っておくと作りやすいです。醤油は 150g に砂糖を小さじ1と酒を大さじ1入れます。あと生姜の皮とネギの青い部分を適量用意します。中華料理屋の美味しい肉野菜はチャーシューを煮た醤油だれで作ります。それを簡単に作る方法です。この醤油で簡単に鼻味を出しちゃいます。中華鍋に背脂またはラードを入れ加熱します。油が飛び跳ねやすいので注意して作りましょう。鍋から煙が出てきたら弱火にします。温度が高くなると爆発するように跳ねるので強くして油を溶かしていきます。油が溶けてきたらネギと生姜を入れます。中火に加熱してネギと生姜を炒めるようにして香りをつけます。背脂の脂が完全に溶け出したら醤油を入れる。醤油入れるときは加熱をして鍋肌から焼くようにして入れる。さらに火力を上げて油に醤油がなじむように混ぜ合わせる。ここから30秒くらい煮て完成。肉野菜炒め以外にもレバニラやチャーハンなんかにも使えます。
できたらボウルに入れて冷まします。すぐに使ってもいいけど、一度寝かすとさらにいいですよ。冷めたら干します。ネギと生姜と油かすは捨てます。冷蔵庫で冷やしておくと油と醤油が分離し使いやすくなります。ちょっと舐めてみて豚の旨味が醤油に移っているのを確認します。中華鍋を煙が出るくらいまで温めます。温まった鍋に油を入れてしっかりなじませます。鍋が温まっていないと食材が温まるまでに時間がかかり、水分や旨味が出てしまいます。鍋に油が馴染んでいないとひっついたり焦げやすくなります。一度油を切って冷えた油を少量入れます。肉を1枚ずつ広げて焼いていきます。ここで肉をしっかり焼きます。ごちゃごちゃ混ぜずに両面を焼くようにします。肉を炒めるのではなく焼くのがポイントです。箸で広げるようにして赤いところを焼いていきます。両面をまんべんなく焼いていきます。焼けてくると肉から透明の油が出てきます。この油で野菜を炒めることで美味しくなります。先ほどの醤油だれなしで作るならバラ肉を使うといいでしょう。ちょっと見えづらいですが、この肉の油が重要です。そこにニンニクと生姜を入れ炒めます。野菜を全部入れます。ここでしっかり豚肉の油を野菜にコーティングするように炒めます。まんべんなく炒まったら塩を少量入れます。紹興酒を鍋肌から香りが出るようにして入れます。が醤油だれを大さじ1と1/2くらい入れます。なければ普通の醤油を同量鍋肌から香ばしさを出すようにして入れます。しっかり炒め合わせます。鶏ガラスープまたは水を 30cc 入れます。味の素を少量入れます。胡椒を適量振りかけます。さらに混ぜ合わせるように炒めます。水溶き片栗粉を小さじ1程度入れます。最後に醤油だれの油の部分を少量入れ風味をつけます。
今回は肉野菜炒めの作り方を紹介しました。美味しい町の中華料理屋さんで出てる肉野菜炒めとかはだいたいチャーシューの煮汁醤油だれみたいので作ってるので、まあ、今回はそれにを簡単に再現できるような方法で豚肉の油をかまたはラードを炒めて、まあ、そこに醤油を合わせたで醤油だれを作る方法を紹介しました。そうすることで醤油にコクが出て、まあ、味が美味しくなります。あと豚肉は大きめに、まあ、スライスのやつを使って下味をつけて一度常温に出しておいてから、まあ、火を通します。それで豚肉を焼くように炒めて、それで透明な油が出てきたらそれが旨味になるので、それを野菜に絡めて炒めていくような感じ。それで野菜にその旨味をコーティングしてることで美味しくなります。それで調味料と油と肉野菜が絡まって、まあ、旨味が増すようになってます。それでスープを入れて、あと軽く水溶き片栗粉で水分を抑えます。水分がちょっと多い方がいいかったら水溶き片栗粉は入れないでちょっとサラサラなんですけど、それでここにこんぐらいドロッとした感じが理想だと思います。あとまあお好みでサラサラな方が良かったらサラサラにして、それでしっかり水分が出ない方が良かったら水溶き片栗粉を多めにするのがいいと思います。じゃあちょっと食べてみます。この大きめの肉の上に野菜を乗せて巻くようにして、こうやって食べるのが一番うまいんですよ。それでご飯に乗っけて、うん、うまい。ご飯と一緒に食べると最高にうまいです。このチャンネルでは、まあ、簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼します。